はここでバイトしてますけど、昼は発明家やってます。はい、お客さんのお名前はボビーさんですね。ごめんなさい、私人の名前覚える苦手で。ごめんなさい、もう忘れませんから。まだまだ未熟者ですけど、よろしくお願いしますね。ところで、マイケルさんはどんなお仕事されてるんですか？あ、そうでした、ごめんなさい。ごめんなさい、これ私のメールアドレスです。よかったら教えてもらえませんか？はい、わかりました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますね。飲み物頼んでくれますか？ほな、どうぞ。